オートミールについてお茶漬けの素が合うらしいぞと、コンプリート食材ということが分かると思います。大胸筋が歩いてる、バズーカ岡田です。ということで今回も行ってみましょう。バズーカ岡田の最強食材シリーズ、まあ、今回この、最高の女子暴食というのを、書いたばかりなので、この本に基づいてお話をしてます、まあ、というのは本を書くといろいろ考えがまとまるので、皆さんにお伝えしやすい今脳の状態になっているので、それを出していきたいと思っています。で、今からね絞れば十分夏に間に合いますから、まあ、このね最高の女子暴食、まあ、チャンネル概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひ読んでいただければと思います、まあ、そしてこの YouTube を見ればこの本が、さらに分かりやすくなりますし、また違った角度から、情報を得ることができます、まあ、これもともとこの無敵の筋トレ食の、続編ということで書いてますので、できればこちらも読んでいただくとより深く分かるんじゃないかなというふうに思います。で、今回ですね、まあ、この本の中の最強女子暴食材15選というところからお送りしたいと思います。まあ、前回はね、いきなりその食材として米だというふうに言いました、まあ、米、炭水化物制限、糖質制限ダイエットをしている人からすると、いやいや米は諸悪の根源だという方もいるんじゃないかなと思って、その概念をぶち壊しました。米のね販売が落ちていて、農家さんが大変らしいですよ。米に対するちゃんと、正しい知識を持てばね、かなり有効な体づくり、最高筋肉食材なんで、ぜひねその動画を見てください。で、今回はオートミールについて話したいと思います。オートミール、皆さんなんとなく聞いたことがある人もいるんじゃないでしょうか。ただ試したことがないという方もいらっしゃると思います。オートミールはですね、これです。まあ、私食べやすいようにこういうケースに入れて、いつでもこう出してね調理できるようにしてます。これ見てもらうと分かるんですけども、まあ、穀物を潰して乾燥したようなものですね。これはオーツ麦という麦を潰して乾燥しているものです。ダイエットね、今はたくさん情報あります。でもね、今から7、8年前はね全然情報なかったんですね。今はこう YouTube もありますし、まあ、こういう本もたくさんあります。昔こういう本もなかったんですよ。で、こんなね、プロパーソナルトレーナーボディメイク検定なんて私作りましたけども、こうやってまとまって勉強できる、ものはなかったんですよ。当時はですね、本当にその体作りに関する情報はなくて、まあ、ネットを叩けば、まあ、アメブロとかが出てくるんですよ。経験者の方のアメブロ、これめちゃくちゃ貴重でしたね。まあ、そこから情報を得てみんなオートミールを使ってたんですね。まあ、当時はダイエットイコールオートミールだぐらいな感じで、みんな使ってました。で、私ね最初それがダメで、味が本当合わなかったんですよ。まずくて使えない、逆にまずすぎて食べれないっていう意味で絞れるかもしれないですけど、それ食べて絞れにならないですよね。筋肉を作る必要な要素がない状態で、減量を進める、女子暴を進めるのは、まあ、意味がないので、オートミール諦めたこともあります。で、ある時にねオートミールの食べ方に革命が起こってですね、これで私の減量が楽になったと、まあそんなエピソードがあります。昔はね、牛乳にオートミールを浸して、そこにバナナのスライスとかシナモンをかけてレンジでチンする、あったかい甘い感じの仕上がりにするのが、まあ、情報として多かったんですよ。まあ、これが私ダメで合わなかったんですね。で、オートミールダメかなと思ったんですよ。で、当時はねオートミールじゃないと絞れないと思ってたんで、まあ、だいぶショックを受けた覚えがあります。で、ある時にですね、オートミール実はお茶漬けの素が合うらしいぞという情報が回ってきたんです。オートミールを、水に、浸します。それでレンジで2分温めて、その後にねお茶漬けの素をかけて食べると、これがうまいんですよ。これにハマってしまって、そこからオートミールドハマりしたことがあります。まあそれ以降ね、玄米でも絞れる、白米でも絞れる、てか何でも絞れるじゃんってなって、オートミールだけを使うことはなくなりましたけども、今回私4年ぶりの大会復帰を目指してまして、まあ、この本を書いて改めてオートミールの良さに気がついて、また使い始めてます。いいですよ、やはり食物繊維豊富で、よく噛むんで、次の食事までに空腹が強くなりすぎないです。満腹中枢も刺激されますし、食欲が強く起こらない、抑えられます。とても効果を感じています。私最近はですね、オートミールに卵を入れて、生卵を入れて、まあ、そこの鶏ガラスープの素をちょっと入れて、また醤油をかけて食べる、これがうまいんですよ。卵のタンパク質、卵の動物性脂肪、これも取れますんで、まあ、ぜひやってみてください。まあ、そんなオートミールなんですけども、やっぱりね栄養素で考えてみると、より使いどころが分かってきます。 P が 13.7、
F が 5.7、 C が 69.1g。 まあ皆さん、私の動画を見てる方はもうご存知だと思いますが、 PFC バランス、タンパク質、脂質、炭水化物、この3大栄養素のバランスが体作りにおいて大変重要だということなんですが、オートミールは麦を潰して乾燥させたのであれば米カテゴリーだろうと思うと思います。で、実際に C は 69.1、 結構入ってますよね、炭水化物で。見てください、 P 13.7g、 もうこれプロテインパウダーじゃないかとびっくりしますよね。そして F 5.7、 まあまあ F 多いねと、まあ、F 多すぎると、まあ、私の女子房の方法に少しそぐわないんですが、まあ、自然の食材から取る F は私そんなに抑える必要ないと思ってますんで、まあ、過度な脂身とかは NG ですよといったところで考えると、これは C の食材と思いきや、いろんな栄養素が一気に取れるコンプリート食材ということが分かると思います。ちなみに食物繊維はですね、確か 9g ぐらい入ってるんですよ、まあ、そんな形でコンプリート栄養食と考えてください。一方、米と比べてみましょう。 P 6.1g、 F 0.9g、 やっぱり低脂肪ですね。 C 77.1g、 まあこれ乾燥したものですよって考えてみましょう。 C の分はね、やっぱり他の栄養素が多いですから、その分重量がそちらに行きますから、栄養と見るのは低いですよね。で、一方、米はやっぱり F が少ないんですね。これやっぱり利点ですよね。で、 P に関してはオートミールに軍配が上がってます。まあ、C はそんな変わらないと考えると、まあ、使いどころが分かってきますね。米というのは、筋トレのガソリンとしてやはり使うべきだと。もうピンポイントですよ。トレーニングする前に注入、そして爆発させればいいということですね。一方、オートミールは P も F も取れますから、完璧な栄養素を取るという意味で朝食なんかに使うと栄養素様々取れる。私ここに卵入れますから P も補強されますよね。で、そこに、ね、食物繊維がね 9g 以上入ってますね。そしてこっちはね、あんまり入ってないですよ。やっぱり米の方はあんまり入ってない繊維ね、と考えると、この繊維の分、次の食事まで、空腹が強くなりすぎることがないというところで、セカンドミール効果ですね。次の食事までに空腹が強くなりすぎることないセカンドミール効果、そして便通が促進されるという効果も得られるわけです。まあ、ただしね、オートミールいっぱい食べたからって腸の状態が完璧に良くなるわけじゃないですよ。たくさん繊維を食べればその分リスクもありますから、食べる量というのはコントロールして徐々に増やしていくといいと思います。もう私はね、今朝食に食べることがほとんどですね。まあ、時折日中も食べますが、朝は基本的にオートミールになってます。で、トレーニングの前後はやはり米、白米というのが多いですね。まあ、こんな感じで使ってます。まあ、オートミールね、牛乳、バナナ、シナモン、こういった甘いもので作らなくても、私がやってるような卵と鶏ガラスープの素プラス醤油、あるいは、お茶漬けの素、こういった和風の味付けでもめちゃくちゃうまいですから、おすすめです。そしてね、ぜひね、この PFC、 お前は C のカテゴリーの食材じゃないのかと、 P なのかと、まあ、こんな感じで考えてみてください。 P もね、だいぶ取れますから、ここに少しタンパク質食材を加えれば P20g 超え もうすぐそこですよね。まあ、こんな感じで使えますんで、米とね、オートミールうまく使うと体作りだいぶやり方が楽になりますんで、ぜひチャレンジしてみてください。あとね、保管が楽ですし、炊かなくていいですからね、そこも楽ですよね。でもね、米はやっぱ米で美味しいですよ。私味的にはやっぱ圧倒的に白米ですよ。白米のスイーツ化現象、もうこれね、オートミール牛乳に浸してバナナシナモン入れて無理やりスイーツにするんじゃなくて、白米はもうそのままスイーツですからね、もう最強ですよ。まあ、一方でね、オートミールを食べるからこそ白米の美味しさ、スイーツ感が分かるということも言えるんじゃないかなと思います。ぜひね、この2つうまく組み合わせて女子房を加速してみてください。そんなことがこの最高の女子房食に書いてますし、栄養だけじゃなくて体型的にね、ボディメイクに関する勉強をしたい人はこちら、プロパーソナルトレーナーボディメイク検定の本を見ていただければと思います。どちらもチャンネル概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひ見ていただければ嬉しいです。ということで、この動画のまとめです。バズーカ岡田の最強筋肉食材シリーズ、女子房ストレスなく進めたければオートミールと米をうまく使い分けろ、以上。この動画が良いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価をお願いします。やはり食物繊維豊富でよく噛むんで、次の食事までに空腹が強くなりすぎないです。
そしてよく噛むんで満腹中枢も刺激されますし、食欲が強く起こらない、抑えられます。とても効果を感じています。